動機ですが、今何時ですか？今は8時20分です。ちょっと逆転してるけども、完全に寝起きですね。今日は何をしていくと、何をしていくと言いますと、起きろ自分。今日はですね、あの7月23、24とですね、珍しく連休なわけなんですよね。あのそもそも休み自体がね、あんまり1日こう完全オフっていう日が賞味少ないので、それでも結構珍しいんですけど、連休となるとね、ほぼないだが、しかし今回連休があるということで、ちょっとね TGK の休日撮っていこうかなと思います。今回はね、24日にあのキーパーバトルの鹿児島大会がありますんで、そっちの方に遊びに行こうかなと思っております。なんでちょっと前入りして鹿児島堪能して、明日鹿児島のキーパーバトルして休日過ごしたいと思います。はい、あれからですね、ダラダラと、二度寝をしダラダラと準備をした結果、予定してた時間よりも 1,2 時間ぐらいオーバーをして、今外に出てきたわけなんですけど、いいんです、別に遅刻するとかそういう話じゃない、自分のそのスケジューリングのタイミングの話なんで、あの全然大丈夫なんですけど、全然時間的には余裕なんですけど、もう昼過ぎちゃってるっていう、まあ、大変な事態ですね。いやいや、休みの日なんでいろいろやることもあったわけなんですよ。例えばね、皿洗うとか洗濯物するとか、一人暮らしなんでね、いろいろ溜まってまして、どうも仕事があるとね、そこら辺がおろそかになってしまうんで、もう部屋も散らかりまくってたんで、しっかり片付けてから行こうということで、昼過ぎました。はい。なんで今からね、ちょっと事務所に向かって、もろもろして、行きたいと思います。贅沢な環境ですよ、こんなもん。本当に。かっこいいな、グランドマジで。グラウンドができたんで、あのずっとやるやる詐欺になってた GK の、 あの女子キャンプですねを10月ぐらいにやろうかなっていうので今調整中なんで、ぜひあの女子のキーパーの方とか、その保護者の人とか、あとはその知り合いにキーパーいるよとか、女子サッカー部の顧問の先生とかコーチの方とか、ぜひよかったらあの概要欄の方に TGK の公式の女子用のねアカウントあるんで、そちらご登録いただいて、あとはあの詳細等はね、この LINE とか、あとはインスタでちょっと発表していこうかなと思いますんで、ぜひぜひそちらもご登録いただけたらなと思います。さあ今日は何していきますかね、何していきましょうかね。はい、この日の練習はね、キックを練習しました。でキーパーコーチって意外とこう助走なしにこう選手の動き見てボール見ないで蹴るっていうのが結構多いので、この日はその練習をしました。あのゴールシュート外してるわけではなくて、あの真ん中からこう選手が動き出したっていうのをこうイメージしてダイビングできるような高さのボールを蹴るっていう練習なので、決してあのシュートが下手なわけではございません。はい、でこの後あのキーパーバトルに向けてね、こうミニゴール引っ張り出してきて練習してたんですけど、全然ゴール入んなかったですね。はい、こんな感じで今回は自主練習しました。なんだかんだですね、ちょっと忘れ物をしてしまってめっちゃぶたぶたやばいな、なんかだいぶ余裕持って移動して、なんか観光でもしようかなとかって思ってたら全然そんな余裕なくて、今から高速乗るんですけど、おかしいなみたいな。事務所と家を3往復ぐらいしたんじゃないかなっていうぐらい忘れ物、あれ忘れたとかって言って行ったり来たりしてましたけど、やっと出発っすね。なんならちょっとワンチャンスケジュール的に押しちゃってるから間に合わない可能性も、ちょっと夜の予定に間に合わない可能性も出てくるぐらい、ちょっとマジでやばいぞマジで。安全運転で行きますけど、飛ばすの苦手なんでね、ちょっと安全運転で行きますけど、ちょっとやばいな、バタバタの休日だな。なんだかんだで午前中もうちょっと余裕持ってやっとけばよかったな、失敗したな。そんな感じでちょっと、あ、カメラがあらぬ方向へ、こっちですよ。は
はい、ちょっと向かっていきたいと思います。ちょっとだいぶ揺れてますので、ちょっとご了承ください。いただきます。はい、無事鹿児島着いたんですけど、めっちゃギリギリっすめっちゃ約束の時間ギリギリでセーフって感じですね。着きましたんで、今から鹿児島のイケメンが迎えに来てくれるんで、ちょっと行ってきたいと思います。今ホテル着いてチェックインして速攻来ました。あれじゃないですか、来ました。どうもどうも、お疲れ様です。どうも、これ TGK です。 TGK のライター、あ、そうなんです。中山さんの方にお邪魔します。いいですか、前に、はい、失礼します。知らん、バトルのあれが載ってるんで。なるほど、すいません、お願いします。僕初登場ですね。そうですね、うち TGK ライターっていうのは基本的にあんま人が登場しないで有名なんで。あ、そうですよね。あんまりいいですね、光コーチしか出ないです。そうなんですか。スッチーとヒロキぐらいかな、多分出たのか。何役で出てる？キーパーバトルの京都大会に向けてのなんか特訓に付き合ってもらってきたみたいなやつで、今日は美味しいところに連れて行ってくれるみたいで、はい、めっちゃ美味しいねマジで美味しいしてます、はい、よろしくお願いします。お願いします。ございます。あのあとですね、たっぺいしと美味しいブリですかねをいただいて接待していただきまして、美味しいブリをごちそうになりました。で、朝だったんですけど、今現在7時30分ですね。8時ぐらいに会場にっていうことだったんで、今から行きたいなと思います。はい、9時になりましたということで、受付が今からスタートです。続々ともう選手も来てるんで、頑張って役に立てるように手伝いたいと思います。ちゃんと中山 GK チャンネルの撮影もしてます。さあ、いよいよ始まるんですけれども、 GK はですね、このホストリゾーの金融という重役をいただきまして、若干緊張しております。今度お会いできるのは研修会ですかね。研修会で、研修会と福岡大会参加するんですもんね。毎週会う感じですね。本当だね、お待ちしてます、はい、お疲れ様でした。鍛えておきます。はい、鍛えておいてください、はい、めっちゃきついっす。頑張ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということでね、キーパーバトル鹿児島大会終わりました。しっかりですね、わかりますかね、ちょっと影な感じ、この腕時計焼けと自分で見て笑っちゃった、このマスク焼けやばいっすね。今自分で見てすごい笑っちゃった。いやー、いい大会になったんじゃないですか。選手たちはすごい楽しんでて、なおかつこうなんていうんですかね、練習じゃない、大会の中でどんどんキックが良くなったりとか、すごいセーブが何回もあったりとか、ああいうなんかストップ、キーパーのかっこいいストップがたくさん見れるっていうのはキーパーバトルのすごいいい部分だと思うので、あれはかなり熱かったですね。TGK は今から
帰ります、福岡に。ということで帰ってきました、時刻は11時ですね。まあ久しぶりの2連休、充実した2日間になったんじゃないでしょうか。めっちゃ暗くても何が何だか分かんないですけど、今度まあ大体ね、休日は家でゆっくりしてるか、もしくはその、ね、試合見に行ったりとか、なんだかんだでこう仕事してたりとかっていう日が多いので、まあ、今回の2連休はね、非常に充実した2日間で、タッペイコーチともいろんな話をして、すごくたくさん刺激をもらったので、またね福岡で頑張りたいなと思います。ではね、TGK 頑張ったんじゃないと、いい動画だったよと思ってくれる人はチャンネル登録といいね、コメントもお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。 See ya!